それでは速いスイングのリズムを練習してみたいと思います。今240という速さで練習しますけれども、通常僕は240の場合は半分の120という速さでメトロノームを出して、それにを204拍と捉えて一緒に練習しています。それではやってみたいと思います。